超少子化対策基本法、通称ゆかり法。この国の男女は満16歳になると政府から将来の結婚相手が通知されます。国民の遺伝子を分析し、最良の組み合わせを決定することで、いいことづくめのゆかり婚は科学の赤い糸と呼ばれています。それでも僕はまっぴらごめんだ。小学校の公園、もしよければ。だけど多分ずっと待ってるから。私もずっとずっと好きでした。あなたとても失礼よ。私こんなのと結婚なんて絶対嫌だから。ねえ、その高崎さんのどこを好きになったの？どのくらい好き？結婚したいくらい？結婚？私の好きはキスとかいろいろしたいの好きなんだけど。よくわからないわ。つまり好きって何？どういうこと？いいこと思いついたわ。ゆかり、ねじまくん、高崎さんともう一度キスしなさい。キスしよう。